よしよし可愛いわねー。おっ霊夢、何してるんだ？マリサ、うちの神社に住んでる猫が子猫を産んだのよ。子猫はやっぱり可愛いなー。でも霊夢、野良猫に餌をやるときは TNR が基本だぜ。NTR？ それってネト。違うぜ、TNR だ、捕まえるトラップ TRAP、不妊手術するニュータ NEUTER、元に戻すリターン RATURN ってことだ。なるほど、確かに不幸な猫ちゃんを増やすのは良くないわね。うちの神社でも取り組むわ。猫が可愛いと思うなら、必ず強制できるようにしてやらないとな。でも猫ちゃんも、勝手に避妊去勢されちゃうのはかわいそうね。そんなこともないぜ。避妊去勢には性格を穏やかにする効果もあるからな。猫は人間を襲ってこないじゃない。そんなに危険じゃないわよ。甘いな霊夢。猫が大型犬くらいの大きさになったら、とてもじゃないが人間には飼えなくなるぜ。ええー、あ、でもトラとかライオンはとても飼える気はしないわね。一応飼えるんだ。性格も人懐っこくできる。ただな。ただ、じゃれて噛まれたり、引っかかれたりするだけで人間は大怪我しちまう。危険だわ。牙や爪が凶器になるのね。牙といえば昔サーベルタイガーっていたわよね。ああ、牙の大きい猫科の動物だな。残念ながら絶滅したが。そうそう。じゃあサーベルタイガーなんて絶対飼えないわね。あの牙にやられたらひとたまりもないもの。昔のアニメとかではペットにしてたりするよな。確かに現実的ではないな。でも霊夢はもしかしてサーベルタイガーを過大評価してるかもしれないぜ。そうなの？ああ、なら今日はサーベルタイガーの謎について見ていこうか。よろしく頼むわ。それじゃあゆっくりしていってね。サーベルタイガーは、約300万から10万年前に生息していた猫科の肉食獣だ。和名では犬歯科と呼ばれている種もあるぜ。上下の牙がすごいわね。そうだな。やっぱりサーベルタイガーといえば、この牙を思い出すよな。大きさはどのくらいだったの？サーベルタイガーの大きさは種によって違うんだが、スミロドンという種で体長 2.1 メートル、最大種のマカイロブスは 2.5 メートルほどあったらしい。体重は 270kg まで大きくなったらしいからとんでもないよな。現在のトラってどれくらいの大きさだっけ？世界最大のアムールトラが体長 2.5 メートル、体重が 250kg ほどだ。ならアムールトラの大きさとほぼ同じなのね。あの牙はどれくらいの大きさだったの？発見された化石などを見てると、最大で25センチあったらしい。1リットルのペットボトルの高さくらいだな。あとは週刊少年ジャンプを盾にした時くらいの長さだ。とんでもない長さじゃないの。噛まれた時のことは考えたくないわね。そこでだ霊夢、サーベルタイガーってどうやって餌を取っていたと思う？そりゃあ、今のトラと同じようにしてたんじゃないの。背後からガブーッと噛みついたりして。ところが最近の研究で、サーベルタイガーの狩りの様子が今までの想像とは違うと分かってきたんだ。どう違うの？その前にサーベルタイガーにはたくさんの種がいた。生息していた分布も違うから種によってちょっと特徴が違うんだ。ここではサーベルタイガーの中でもスミロドンという種類にスポットを当てるぜ。そんなに特徴が違うの？だいぶ違うな。サーベルタイガーと呼ばれている生き物は、約2300万年前の中新世前期から、約1万1000年前の氷河期の終わり頃までいたんだ。それぞれの進化を遂げたものもたくさんいる。でもどのサーベルタイガーも、あの大きな牙を持ってるんじゃないの？いや、種類によっては顎の中に歯が収まるほど、牙が発達しなかった種類もいたぜ。そうなのね。ならスミロドンはとりあえず、想像しやすいサーベルタイガーと思っておけばいいのね。それでスミロドンはどんな狩りをしていたの？スミロドンの化石を調べてみると、怪我をした後に治癒したものが見つかっているんだ。怪我をしたら治るのは普通じゃない？霊夢、トラって単独で狩りをするイメージはないか？そうね、ライオンとかは集団で狩りをするイメージがあるけど、トラは孤独なハンターのイメージがあるわ。単独で狩りをしているなら、もし怪我をしたらどうなる？あ、そのまま衰弱して死んじゃうはずよね。そうだ。怪我が治癒したっていうことは、怪我をしている間餌を運んでくれる仲間がいたってことだ。そうか。ならスミロドンは集団で狩りをしていたってこと？そうらしい。さらにあんまり速く走れなかったそうだ。確かに今のトラと同じ大きさと思ったら、そんなに速く走れそうにはないわね。そうだろ。だからライオンのように集団で狩りをして、なるべく狩りの成功率を上げていたんだ。でも必殺の牙があるじゃない。あの牙があれば、今生きているトラより強いんじゃないの？って思うだろ。実は違うんだな。どういうこと？牙を使わないとか？いや、牙は使ったよ。ただ私たちが想像しているほど、強いものではなかったんだ。折れやすいとか？それに近いな。サーベルタイガーの牙は確かに鋭かったんだが、噛む力が弱かったんだ。これは最近の研究でわかったんだぞ。
どうやって調べたの？化石には肉なんて残ってないじゃない。頭蓋骨の化石を CT スキャンして骨格モデルを作り、そこからシミュレーションソフトにかけて骨の強度を調べていったんだ。最近はそんなことができるの？そこで調べてみたら、スミロドンはおよそ120度まで口を開けることができたことがわかったんだ。120度すごい角度ね。確かにそれくらい大きく口を開けないと、牙が食い込みそうにないわ。しかしその反面、顎と首の周りの筋肉が少ないということがわかった。ふんふん。じゃあどうやって牙を使っていたの？どちらかというと噛み砕くのではなく、口を大きく開けて、獲物の急所に牙を刺してとどめを刺していたようだ。今の虎みたいに肉を引きちぎる感じではなくて、牙で刺して弱らせていくという感じかしら？そうだな。さっき足は速くないと言ったが、その代わり前足の筋肉は発達していた。だから牙を刺して、前足でぐっと押さえ込んでいた感じだ。なるほど。そうなると一撃が大事になるから、集団で狩りをしていたのかもしれないわね。さらに顎の力が強くないから、今の猫科の動物のように、骨ごと砕いて肉を食べる感じではなくて、できるだけ柔らかい部分を狙っていたとも言われているぜ。血管とかを狙って、どんどん弱らせる感じね。ますます集団じゃないと狩りが難しそうだわ。ちなみに霊夢はサーベルタイガーって何を食べていたと思う？やっぱり牛とか馬みたいな草食動物じゃないの？あ、氷河期まで生きていたんなら、マンモスとか。マンモス対サーベルタイガーとか図鑑で見たわよ。ところがこのスミロドンは、さっき言ったように、そんなに狩りが得意ではなかった。あ、そうか。じゃあ何を食べていたの？そもそもスミロドンは、森の中に生息していたと言われているんだ。だから森の中にいる鹿や小型の草食動物を食べていたらしい。じゃあマンモスは？マンモスは狩りの標的になったらしいぞ。よかった、子供の頃の夢が守られたわ。マンモスは大きくて動きが鈍いからな。集団で狩りをするスミロドンには、うってつけの生き物だったんじゃないか？どちらにしろ、図鑑で見たようなバトルではなさそうね。なんだかイメージとは違うわ。他にも牙が発達しすぎているから、柔らかい肉や内臓しか食べないっていう説や、獲物の血を吸っていたとか、死肉を食べていたなんて説もあるぜ。実際はどうなの？スミロドンの骨を調べると、狩りの時についたと思われる傷が見つかっているから、死肉を食べる説は否定されている。あくまでも生きている獲物を狙っていたということね。ところで霊夢、ここまで話してきてなんだけど、サーベルタイガーは虎じゃないぞ。タイガーって言うんだから、今の虎の祖先なんじゃないの？それが違うんだな。化石の DNA を調べてみると、どうやら虎よりは猫に近い生き物だということが分かってきた。猫と虎って同じなんじゃないの？違うぜ。猫科としては同じだが、そこから猫科は2種類の科に分かれるんだ。サーベルタイガーはどうなるの？猫科はライオンやトラを含む氷亜科と、家猫系統の猫亜科に分かれるんだが、サーベルタイガーはその中間に当たるんだ。そして限りなく猫亜科に近い。家猫？じゃあサーベルタイガーではないってこと？そうだな。本当に正しく呼ぶならサーベルキャットだ。へえ、全然印象が変わるわね。まあこの動画ではややこしくなるから、そのままサーベルタイガーで通していくぜ。サーベルキャットことサーベルタイガーって絶滅してるわよね。ああ、だいたい絶滅したのは1万から1万2千年前くらいとされている。どうして絶滅しちゃったの？大型の動物の捕食に特化しすぎたから、と言われているぜ。どういうこと？サーベルタイガーの中でも、スミロドンは集団で大きな生き物を飼っていたと言っただろ。けど氷河期が進んでいくと、獲物になる大型動物が絶滅してしまったんだ。そうか。氷河期で今までの環境や生態系が、ガラッと変わっちゃったのね。そうだ。けどスミロドンは、大型でゆったりした生き物を狩ることにしか、特化していなかった。そのため小型中型の生き物を捕まえられなくなってしまったんだ。スミロドンは足が遅いって言っていたものね。さらには人間に乱獲されたという説もあるぞ。あ、そうか、サーベルタイガーがいた時代は、人間もいたのよね。ああ、マンモスと同じで、人間に狩られていた可能性はある。ただサーベルタイガーと人間の生息地域は被っていないから、現在はこの説は支持されていない。人間が滅ぼしたのではないようでよかったわ。でも一つの狩りに特化したから、滅びることになった、ってなんか切ない話ね。サーベルタイガーのいた時代なら、この狩り方が最強の狩りだったんだが、獲物がいないんじゃどうしようもないものな。マリサ、マンモスを蘇らせるプロジェクトってあったじゃない？ああ、あるな。いろんな機関がチャレンジしているぜ。サーベルタイガーもできるんじゃないの？だってマンモスみたいに DNA はわかっているんでしょ？それはちょっと難しいかもしれないな。どうして？今サーベルタイガーを蘇らせようとしたら、サーベルタイガーの DNA を猫に植え付けることになるだろ。そうそう。
ところが今入手できるサーベルタイガーの DNA は、細胞の一部分だけで、生物の核になる部分は見つかっていないんだ。だから猫をクローン化させたらいいんじゃないの？それは本当にサーベルタイガーだと思うか？違うの？これで出来上がるのは、サーベルタイガーの DNA を持った猫だ。きっと一番の特徴である牙もできないぜ。あの牙はサーベルタイガーが、長年の進化を重ねて手に入れたものなんだ。そうか。確かに DNA 的には似た生物ができても、絶滅した生き物がそのまま蘇ることはないわよね。まあこれはまだ未発見のことが多いからだから、これから新しい発見や技術が生まれたら、新しい可能性が見えてくるかもしれないぜ。そうね。それに期待するわ。でも、こんなに可愛い猫ちゃんたちが、昔はあんな強烈な牙を持っていたなんてね。だから言ったろ、猫科は大きくなったらかなり強い動物なんだ。家猫の大きさだから可愛がれるんだぞ。そうね。この進化も人間にとって嬉しいことではあるわね。よし、なら早速うちの猫ちゃんたちのために NTR するわよ。TNR って言ってるだろ。それじゃご視聴ありがとうございました。